まあ、嵐っ動画をぽい遡人っがていみたて、ちゃんとチームも負け撮ったでから、お願い勝ち負けも数字さえ分かればいいから。よろしくお願いします。別にこっちでいいんだけど、こっちになるとスキンがないんだよね。こっちもこっちで頑張ってスキンを取ろうかな。でもあっちもあっちで頑張らないと。役職をお選びください。クリスマススキンとか直近にあったんだけどな。まあでも時間をかければもう確実に6、スキン取れるんで。あなたの役職は合成のスキンでも別に構わなければ。こっちもこっちで予備で取っとくかな。凍結された時用に。嵐軍団対応のための。うん。まあ、穏やかにね。あれだけど、まあ彼でよかったわ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。はい、占い師1番しろ。まあ、他の役職に関しては何でもいいです。まあ、潜伏しててもいいですし、まあ、出ても出たでメリットあると思うんで。で、そうだな。まあ、特に言うことないんですけど、一画したとき以外は、結果をね、なんていうんですか、夜が明けましたの前に絶対貼ります。それだけは、まあ、約束しますか。ってやります。ね、まあ、そのくらいですかね。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、7番です。まあ、占い師が、占い師でエルバイスが出てきてる。いいかなーってやつ感じですかね。で、それで、潜伏じゃなくて、太鼓がいなかったら、なんだっけ、守る人を出てきてもいいかもしれません。出てきてもいいけど、出てくるのは、その人、したいですかね。まあ、6番さんは、まあ、初日だから、一番最初だから、色落ちはなし。まあ、そんな感じかなって感じですかね。8番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、そうだね。霊能はね、決め打ちした方がいいよ。偽を残して、役者偽すって真残す。うん。芯残すのが本来の進行だけど、まあ、普通わからないから、わからないんだったらローラーをした方がいいと思うよ。村目線、その芯はわかるんだけど、他の村目線だと多分、進路とかもあるから、狼で出てることもあるから、まあローラーした方がいいよ。うん。だったら、まあ、発言するときには、占い精査とグレー精査を中心にしないと、自分の村を伝えられないよ。他人に。うん。どうせローラーする人が霊能精査に時間かけてたら無駄だよ。うん、それよりは、発言が来る前に頭の中で考えて、こいつからするで別にいいんじゃないっていう。それよりは占いとグレー精査の方がもうメインだよ。なんでもいいじゃん。6番の気迫があるから6番村でもいいし。7番こんな感じだから一周回って村じゃない。なんでもいいんだよ。うん。ただ霊能は本来は決め打ちです。はい、以上です。はい。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番村人陣営使用なしです。お願いいたします。まあ、8番さんに関しては、私は概ね同意ですね。要するに、基本は釣り切りだけれども、霊能で、まあ、もし決め打てたら、死に残せたら強いって話だよね。まあ、普通のことを言ってるだけ。まあ、問題7番さんですよね。7番さんをどう扱うかですよね。守る人とか、なんていうの。まあ、騎士なんだろうけどね。足らなさですよ、7番さんのね。これをローで意図的にやっているんでしょうかっていう。かもしれないけれども。6人部屋の感覚で、6人部屋でフルオープンだったんじゃねえのっていう。騎士出るもんだって思ってるんじゃねえかっていう。正直なところですね。これを意図的に出してる人とは思えないんだけどな。だけど多分釣り気長いそうだよなっていう。うん、はい。まあ、そうですね。
まあ、9番が言ってることもわからんではないけど、まあ、それでも、その頑張って話を聞いて、一時言い直ればいいな。7番さんから、アカウントが広えれば、ルーシ7にしたい、嵐軍団蹴らないといけないから、大事なんじゃないかなと思います。こっちのアカウントでもいいんだけども、別に黒出されたら、問題が。もう、7にしたらこっちに切り替えようかな。っていうのは、予備の時に使おうかな。まあ、精査を行ってるんじゃないかなと思いますよ、僕は。フィーリングではなるんだけど、まあ、ちょっと、発言でめっちゃ新っぽいとか、村っぽいっていうところは拾えてないが、6、7、8が村っぽく、まあ、9番さんが、うん、ちょっと気になってますね。7に黒塗る準備をしているのかなとか思っちゃいましたね。はい。ユンジョソンの感じ。2番のプレイヤーが発言します。はい、7釣ります。はい、7釣ります。かな。正直1番が言ってるのが全く意味が分かんなくて、7から村要素が拾えたら7残してもいいんじゃないか、それは9番が言ってるのって発言センサーが怠ってるんじゃないのかっていうけど、じゃあ7番から村要素拾えた、1番1周目まあ村要素拾えたっていうのは、まあ2人目だからきついだろうっていう論があるけど、じゃあ逆に聞くけど、7番って普通のこと言えてた、7番の話って理解できた人いるかなって思ったから、俺は少なからず理解できなかった。めちゃくちゃ頑張って考えたけど、何が守る人、どういうこと、守る人がどうたらこうたら、どういうこと、どういうことってなったから無理、追えない。7がもし黒出されたとて俺は7釣るから、整理値経費釣りですね。今日は7いきます。3番のプレイヤーが発言します。3年 C は特にないです。6番さん占い師ハークです。例のこの後出てくるのかなって感じなんですけど、そうですね俺まあ、7番さんさ、色落ちなすぎてさ、整理位置って釣りっていう風な視点で言ってたんだけどさ、まあ2周目ちょっと聞いてみたいけれども、7番さんの考察で6進っぽいねっていう風な話をしてて、あ、違和感ないって言ってた、色落ちないって言ってたんだ。6番さんって俺の中で残ってんのが、その占い師として、次の夜の、あ、開けたらすぐ貼りますよしか残ってないんだけど、俺的に。だからね、何がそれで色落ちなしっていう風なところもうちょっと触れ方とかね、なんか占い値が入りたくないのかなってなんか印象は受けちゃうから、7番さん2周目頑張ってほしいな、マジで。まだ一応ね、整理値って言わないでおくよってと。9番さん、8番さんってあれでは霊能決め打った方が強いっていうムーブだからね、逆だと思うよ、これは。うん、9番は組取り間違い。9番結構黒く。4番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。一番がなんか、6、7、8が村っぽいって言った。ちょっとごめん。これ、ハンク俺だったら申し訳ないけど。なんかすげえよくわかんない。7番、俺もマジで聞いてたけど全然わかんないし。8番がなんか、6、7に対してなんか何にも精査してないから。まあ、精査っていうか、どう、うん、7番がどうしたいとかね。なんか言えばいいけど。あと誰だっけ？あ、そう、9番さんが、黒を打たれたら村に見れる自信ないから、ないって言って、時間余して切ったんだけど、いや、だったら釣りたいって言っていいんじゃないって思っちゃったけど、なんでそれ止めるんだろうと思って、2番ぐらいなんか、なら釣るわ、みたいな方がすがすがしくていいんですけど、と思ったけど。まあ、3番に関しては、まあ、特に、はい。5番。のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。まあ現状6が1画平和村選択したのかなと思っています。うん、なので6番さんの位置で例の騎士は出てくださいね。うん、はい、もし平和村になるんだったら7は釣りませんよ。今11だけどなんか20平和村を選択した理由っていうのはおそらく7を釣りやすい一段と、俺目線も思った。7はもういらないなと思ったんですけど、そこって人外が、注目して7を釣りやすい、釣れる構図になってるからこその平和村だと思ってるんで、今日は平和村だったら7は釣らない。それぐらい。あと4番か、直近の。軽く俯瞰してんだなとは思った。以上。6番。のプレイヤーが発言します。いや、例の
まあ、出なくていいよって言おうと思ったけど、まあいいや。7番は、騎士っていう役職がこの村にはあって、もし騎士だったら、7番は出た方がいいんだよね。7番がね、騎士だったら。で、まあ5番の言う通りに、今日は7番には名はかけないから。あれ？声聞こえない？聞こえます？今日3番か、9番行こうかなと思ってるかな。まあ、329のランテージかな。まず3番に関しては、7番への触れ方が違和感だなと思っていて、7番は6番のこと現状わからないって言っていて、なんか3番すでに6番の審議がついていないのに、その、審議がついていない7番の発言がおかしいのと、9番への黒要素の取り方。なんか、全く何もよくわからなかったなと思う。まあ、霊能が、まあ他に行きたいとこあるんだったら行ってもいいよ。色見るのは霊能だから。っていうことかな。まあ僕はちょっと少なくとも5番には行かないかなとは思ってるよ、現状。まあじゃあ、やっぱいいや。僕じゃそういう観点から3番、して入れるから、8番がもう一つして入れて、そこのランテージにしようか。まあ一周しか聞いてないし、僕。7番のプレイヤーが発言します。はーい。語彙力がなくて、まあごめんなさい。で、まあ怪しむのはいいとして、他の人に目は向けてほしいかな。まあ俺、切ってください。8番のプレイヤーが発言します。あ、329でいいんじゃないですか。6番が言う通り。まあ、3番。あと1番なんだったら、もう1個決めたらいいんじゃないですか。もう1個でももう2個でもいいけど、7番は行かないでいいんじゃないですか。6と8は行く気はないので。まあ、基本多分騎士だと思うんだけど、あれだよ、多分6人部屋で多分フルオープンでやってるパターンもあるかもしれないけど、基本9人部屋って基本は出ないからね。今平和村だから1番が出てるだけで。うん、俺分の立場の人はまあ基本初日に出るべきだけど、騎士は基本は隠れるっていうのが普通だからね。まあ、やりましょう、7番さん。別に。怪しい人、まず、に1票入れてくださいよ。6、8、1をの除いて、9、2、3、4、5で発言聞いて、黒いと思ったところに1票入れればいいじゃないですか。7番さんは。9、2、3、4、5の中で。まあ、6視点は3番中心として3、2、9。3番は必ず入れるみたいな視点に。あと1番に任せますよ。7番以外ならいいんじゃないですか。うん。だって3ならなんかおっしゃると7番に流れちゃうからね。7番にも勉強させましょうよ。うん、人外かもしれんけど、村かもしれないからね。思ったのはね、多分釣り切り上がるんだろうなと思って。俺は本来、6、7は言うつもりなかったんだけど、6、7、まあ村村かなと思ってたけど、ついつい口が出てしまったわ、7番聞いてたら。多分村なんだけど、これ釣り押す人出てくるなと思ったわ。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、9番2周目お願いします。ひろちゃん、霊能出る必要なかったよ。7番さんはね、私が人外だったら7番さんにこういう。出た方がいいよ。7怪しいな。噛まれてもいい。怪しいな。7つきたいな。出ないでうまくいくときもあるけど、乗っ取られるパターンもあるから。絶対人外でしょ。7人外でしょ。乗っ取るのパターンもあるし、余計な精査も、ね。あと俺ってもう例の丸出しだから。でも俺は。例の丸出しだから俺は噛まれんだよ、確実に。偽から黒塗られたら自信がないなって言っただけ。それだけね。別に7をつきたいとまでは言ってないの。誰か釣るべきだって言った方が。言った方がスッキリするって言ってたけども、私は村だからそれができませんと言ったところ、まあ黒さだったら私ダントツトップでしょうね。でも私6番さんの視点の3番さん行きたいけど、1番さんはどう考えてますでしょうか。あ、誰か追加したね。私人外だったら追加されちゃうと変なこと言っちゃうんだけどさ、村でも変なこと言っちゃう。まあいいや。まあ、
でも、変なことっていうかね、もっと正確に言うとね、正直なこと言っちゃうからね、黒く見られちゃうのね。じゃあ、1番さんのアーマーどう思いますか？ 1 番のプレイヤーが発言します。ほう。その出し方、その回し方なんか気になるなぁ。どうなんだろうなぁ。俺は三人が一としては295かなと思ってるんですよね。二番さんに関しては、まあ、人狼で、両方潜伏っていうのをもともと選んでいた場合って、6死んで1白。で、6が死に占いの可能性全然あるから、1に対して結構叩き入れるのが、まあなかなか難しいというか、ヘイト買うからね、なかなかしんどいと思うんだけど、ただ、狂人だった場合は、あ、違う、人狼だったとして、狂人に1に黒出させるために、そういう1の叩きっていうのはあり得るかなと思ってるから。うん、まあ7の話ちゃんと聞いてたかなって2番には思いますよ。だから、1、どっちかが一角した占い師、霊能師一角した場合は、守る人出てもいいんじゃないかなっていう話を7はしてたと思ってるから、まあ、それで何もわからなかったっていうのは聞く気がないと俺は思ってますね。で、9に関しても、その、だから、村要素を拾う、やってか、1周目じゃそれは拾えないかもしれないけど、2周目以降の発言で拾えるかもしれないじゃん。そういうのをちゃんと聞いてけよって話だよ。黒が撃たれたからって村に見えないって、もう、言っちゃうのは精査する気がないと思っちゃいますよ。だから2の叩きは不当だと感じました。295かなと思ってる。これは2級のどっちかに行こうかな。5は占い師かなと思ってます。以上。2番のプレイヤーが発言します。じゃあまあこの状況下だったから言えるけれども、そのローンは通るけど、じゃあ、22番面、21番面になった場合って、7番が守った方がいいっていう状況か、騎士でないことを透かして、引き士であることを透かしている状況で、かつ7番って、6番、が、守る人は出て、ちゃんと守った方がいいと思います。っていう話をしてて、7番って無理ある？逆に聞くけど。って思ったんだけど。いや普通に俺7落とすと思う。落としたいから俺7投票するよ。なんか仲良し恋しで勝てるような、なんかゲームってそうそうないと思うし、人狼で。はい。なんで、勉強させるとか言って、占いもせず7を村置きするの意味がわかんないんで、僕。はい。って感じですね。5、7ローローとかだったら全然あると思ってるんで。かつ7番が最後まで残って、6、8、1が、例えば、噛み抜かれたとして、噛み殺されました。役職がもしね、自分が色見れるからかわかんないけど、7の子白いって言ってて、村で、7の子とやっぱ黒いよねってなった瞬間、7って終わると思ってるから。はい。って感じですね。はい。7いきます。経費釣りだと思って、僕は7いきます。で、6が占ったところで、そこが白か黒かで、そこからライン見ます。別に単体でおかしいところは見てないです。主観の違いで外でしか9番を叩いてないから。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。いや、3です。2の論って7を経費釣りするっていう風なところでしょ。いやな、そもそもだけどさ、六馬さん言っとくけどさ、俺が人外だったら2の発言に乗っかって7吊るせばいいんじゃないって。俺だから7って6へのくれからとかは違和感は黒が占ってほしくない。うん。黒だったら占ってほしくないんじゃないかなっていう風な感じはするけれども、現状2周目じゃないかなって言ったのがなんで違和感なんだろうって。まあ平和村だから別にそういう風な視点。ただ5番さんに関しては平和村作ったんじゃないっていう風な俯瞰視点読んだねっていう風な話をしてて、なんか村要素としては汲み取れるんじゃないかなって、こう弾いていいと思ってるっていうのが現状の視点。で、9番さんが1へのムーブと、いや、俺が9のところを怪しむ視点っていうのは、その発言のところで8番さんの組み取りを違く見てっていう風なところを、発言をねじ曲げてるのが俺は嫌いな人なんですよ。簡単に言うとね。うん。っていうところと、うん。そういうところで9番さんを俺は言っただけ。発言を組み取り間違いっていうか、ねじ曲げてるように感じたからね。組み取り間違いっては言ったけど、なんかねじ曲げてるような印象を受けたから、9が人外なんじゃないかって。ただ2が7に行きたいっていうのは2は、
いや、狼だったらやるかなっていう風な感じするんだよね。逆になんか強靭で自分にヘイトを向けさせたいのかなっていう印象も受けたかな。正直なところ。どっちもあるけれども、なんか、そっちの先生の方が強いなって正直思ったな。っていう考察は残しておきますよ。7いかねっすよ。8番さん、いいっすよ。うん、7外して。うん、4級どっちかいきます。以上。4番のプレイヤーが発言します。なんかさ、俺5番のさ、なんだっけ、あの、7が釣れると思ったから平和村にしたんじゃねって言うけど、平和村自体めっちゃ弱いと思うんだよね。7が釣れるとして、7が人狼じゃなく、7が釣れる確定だとしても平和村ってめっちゃ弱くねって思ったけど、わかんないけど、まあなんでだったのかはよくわからんけど、俺9番おかしいなと思ったんだけどさ、9番って、なんかすげえ覆してるような気がするんだけど、なんか、いや、7が村だと思ったから、7に黒打たれたら厳しいなと思ってたみたいな。でも、だったらそれ言っとけよと思ったけどね、一周目に。なんかすげえ覆してんじゃんと思ったけどね。7が黒打たれたら自信ないな、みたいな。と思ったけど。まあ、で何 ?6 番さんは3番で、1番さんは、2級だから3、2級の中でいいの ?7 は釣らないってことで。だったら俺9行こうかなと思うけど。俺結構5番さんおかしいと思うんだけどな。なんて平和村になって、7が釣れるから平和村にするってちょっと俺なんかで違うと思うけどね。まあ分からんけど、はい。5番のプレイヤーが発言します。まあ、やっぱり4だね、今日の釣りは。4が一番いらないよ。3番さんは絶対釣りじゃないし、占い師でもないと思います。3番さん 100% 白だと思う。で、9番さんをじゃあ釣り位置に上げちゃいけない理由っていうのは、9番さんっていうのは1番さんに対して、騎士アーマーさんどうぞっていう発言を残してるから、ワンチャン9番さんの騎士っていうのが出るんですよ、ここでね。ただ、6番さんの白崎は1番さんだから、1番さんであっても強靭。つまり、ローはないんで、1番さんが6番さんを守り、9番さんが騎士、潜伏してるのかもしれないけど、9番さんが騎士だった場合ね、9番さんが騎士だった場合、1守りではなく8守り。はい。別に1番さんがじゃあ噛み抜かれたところで9番さんって別にもう出る必要なくないですか？9番さん目線の対抗は噛み抜かれてるんですから、人らは増えてますよね。ただ9番さんはその潜伏を決め込むんだったら8を守って、1番さんは6を守る。6噛み抜かれた場合1を釣り、8を噛み抜かれた場合は9を釣りますね、明日。それだけはもう言っときます。黒の釣り位置は2か4、どっちかです。好きな方入れてください。もう私は4入れます。全プレイヤーの発言が俺を選ぶなんて悪い子だな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。はい。ね。539。まあ。いや、5番さんがなんで俺を釣りをしたのか、よく4しかないねの理由が全くなかったけど。まあ今日、9が村だったら、まあ感情票は来るよね。ただ6、今日の釣り地って、9、2、3だったんじゃないの？まあ、まあいいや。もうよくわからん。夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ4路だったらいいんだけど。6番の占い幅を狭めるって考えないのか。6番に気持ちよく仕事させない村、占い師に気持ちよく仕事させない、負けるよ、そんな村。占い師の占い先、もう3しかねえじゃん。
村だったら意味ねえじゃん。3つってあげて他の村合わせるとか、のびのびさせればいいけど、ただ、4クロだってことはもう、白いね。あ、噛まれんじゃん、こんなん。5番白だよ、もうこれ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番のプレイヤーが発言します。はい、7黒ですね。はい。もう PP。PP じゃねえか。もう終わりか。4黒、7黒でしょ。はい。だから7釣りたいって言ったんです。はい。5番多分強靭でしょ。4、7ロール5強靭とかじゃない。だと思います。はい。以上です。3番のプレイヤーが発言します。4黒で7黒ってことで。7釣りで終わりっす。いや、俺2番さ強靭だと思うんだけど、普通に違うのかなって思う。4、7、ロー、2強靭じゃないって思うんだけど、5番さんのどこが強靭要素なのか俺にはよくわからない。本当にあ、まあいいや。はい、7いきます。5番のプレイヤーが発言します。なんで俺が強靭だと思うのか2番さん終わってから教えて。7釣ります。6番のプレイヤーが発言します。うん、はい、7番釣ります。あれ、終われないんだけど。ちょっと待って。7番のプレイヤーが発言します。8番のプレイヤーが発言します。うん。ということで、にしろってことね。にしろ、ああ、7番のローってないんだ。7番っていつから接続切れだっけ ?7 以外じゃん。え？ LINE 切った人がいるってことなのこれ。4黒だったんだよ。びっくりよ、俺。俺目線。うん。普通に7なの ?7 っていつから接続切れ？ちょっと頭を冷やさせて。ちょっと待って。いつから接続切ってんのこの人。どうすんのこういう時って。1、2、3、5、6、7か。もう7に行って2縄にかけるパターン?7 どうせ噛まれてねえからもう9、3、5、じゃあ、3、5釣り切ったら、7っていないんだから。あれ、3、3、5釣り切ったらもう変だけど、9番に任すか。3、5釣り切って紙がなかったらもう7番確定だから勝ちなんだけど。うん。9がローじゃなければ。うん。9番のプレイヤーが発言します。この場面って、2が隠し白で、で、7番は分かんなくて、5、3は共に4に入れてんですよ。とりあえず、あと3のはあるから7番から行きましょう。はい。全プレイヤーの発言。私が悪人です。あ、普通に考えればそうなんだよね。怒りますよ。で、9番が6番もらえるんでしょ。うん。じゃあ、8じゃん。まあ普通に考えて7なんでしょ？まさかの4番が釣れて。まあ普通に考えれば7なんでしょ？で、1強靭？投票が終了しました。まあ7なんでしょ？普通に考えれば。されるプレイヤーは7じゃねえじゃん。だから紙ねえじゃん。だから言ってんじゃん。紙がないって。だから言ってんじゃん。7は紙がないって。で言ってんじゃん。俺ちょっと把握漏れしてたけど。おい、9なんじゃねえこれ。9番折れなかったら9行くよ、俺も。もう、ヒロちゃん怒りの釣り指定するよ。指定するよ。もう、そんな、ヒロちゃんを騙すような、もう、あの、狼はもう、するよ、もう。俺はヒロちゃん怒りの。昨夜追放された者は、人狼ではありませんでした。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番のプレイヤーが発言します。あのさ、9番行くわ。なんで守ってないの？まずそもそも。9は俺守って6番漏れんじゃないの？あとそもそも7番に行くべきじゃないんじゃないの？何考えてんの？うん、というかもうどうすんのこれ。
もう騎士が出てこないで後でやりましたって言われても、もう知らねえわ、もうほんと。腹立ってきたわ。俺が言ってんじゃん、7って紙噛まれねえはずなのになんで7を押してんの ?3 と5だろ、普通。ああ、じゃあもうどっちかライン切ったってことでいいの?どうすんの?もうこの辺は。もう知らんよ。三角を釣って、じゃあ、あと精査してよ。どうせ決めるの2番でしょ?決めれば?この通りだから。7番なんか白に決まってんだろう。だから、あとは2番が挽回して、最後は。三角を行って、三角を行って、9がもし残ってたら、あ、7白ね。9番のプレイヤーが発言します。はい、初日6守り、2番に合わせます。2番のプレイヤーが発言します。なんか面白くない人狼ゲームだな。なんかバカとか言っちゃうし。なんか面白くない。なーに誰が言ったのそれ。もっと楽しくやりたかった。誰が2番に言ったのそれ。俺言ってねえで今。なんかもっとさ、みんな真剣になってなんか仲良し恋しでやろうとかってさ、途中でなんかそんななんか、よくわからん進行を取るからです。どうでもいいけど誰が2番に言ったそんなこと。俺言ってねえで。普通におかしいし。7番は白だろうとは言ったけど。7番白に決まってんだろ。部活動とかでもね、ちゃんとね、真剣にこう、やらせるのがやっぱり。9番つったらいいのかな、なんだろうこれ。4番が9番言ってるで。はい。3番と5番、4番行ったらもう、ムカつくから。5番が。精査もしねえから、俺、9番行くわ。で、2番が3、5の精査して負けたら、1が。自分スーパー村人なんだろ ?7 が1守りとか意味わかんないし。普通に考えたら占い守りだから。3番でいいんじゃねえ。でもな、潜伏した騎士もよくわかんない。9番も行ってんの何これ。1がそこで騎士アーマーするメリットもないし。はい。9がランテージに上げられてて、騎士出ないのも意味わかんないし。9でいいんじゃない?最初からよくわかんないから。2番、俺も9でいいよ。だってふざけてんだもん、生産もしないで。7節続流だし、まあ。ゲームとして成り立ってないから、普通に。何でもいいんじゃない?でもなと思ってるよ。9釣れば1人ぐらい釣れんだけど、あと2番が恥かいだろ。ゲームとして。ヒーローになるが。こんな人が残っててもね、勝てそうもないんだけど。俺はどこでもいい。マジで勝てそうもねえわ。いない。なんつう自分勝手なプレイヤーなんだろう。誰も、2番の俺、誰も。2番さんは色がわかんねえ。白じゃん。2番白じゃん。ずっと最初から最後まで。前すごい。2番白じゃん。で、俺視点で一つだけ、俺5って結構村だと思うんだけど。これね、2番がね、まあ、あのね、ミスリードしてほしい。だから俺9行く。9番がだってさ、態度が涙だもん。もうダメだって、こんな。真剣な精査もしねえ、出ねえ、出てこねえ、1級で出てこねえ。2番に合わせますって何よ。君騎士だったら3番か5番ランすれば終わりますって言えばいいだけの話なんだから。っぽく見えてんだけど。なんか3番くせえな。3番超くせえ。2番がね、スーパーミスリードする未来を見たい。こんな人が残ってると負けるっていう典型で。2番が子供なんだよ。精査したら7白にくらい決まってんだろ、とりあえず7白ね。っていうところですね。まあ、今日、おでもいいですけど、7白ね、はい。とりあえず打ったわ。もう終わってねえから、9に行くわ。じゃあ、なんていうかね、言わない。いや、いいよ、もう3番はうさんくさいけど、もうなんかね、9番に行くわ。これで9番ローだったら腹立つから。普通6、1角してるから。もういいよ、5番の言ってること守ってねえから9番行く。うん、ムカつから9番行く。でもね、3番が臭いんだけど、発言的に。相手、2番が9行く未来、5に行く未来しか目安で見えねえから9行こう。9行って迷ったら。もう1、9行けば、1、9行けばいいんだから、まず9行こう。じゃあ、なんで俺にヘイトムくん。アンバンさんも、村置き、俺を村置きしてたにもかかわらず、2か5行くって言ったから、俺に来るんですか?おかしくない?あれって、俺、昨日の段階で、もう負ける未来しか見えねえわ、2番の中残っても。3番行こう。2、3、9のランって言ってる中、俺、4釣り押してるんですよ。うん。3番4が一番俯瞰してんだなって言って、4がいらないって言って4を釣って、俺が4の相方ですか。うん、いや、2番が2番なんて占わなくてよかったよ、こんなの。1に関しても7を守るなんてことも言ってる。3番占ってほしかったわ。だから6を守るところが釣れなかったのがマジででかい。9に関しては8を守れって言ったの。
仮に6が髪抜かれたところで1の偽が透けるだろって言って、9はなんで6番。5番どこ行く ?9 行くか3行くか合わすよ。ありえんだろ、普通に。5番。9目線、それは1の強靭が透けてて、9でもいいよ、合わすよ。2の白が透けてるんだったらもう合わせるんじゃなくて、3号の精査入れるんじゃないの、9を。うん、俺もそう思う。だから9。今日9。3号の精査で行った時に、精査も行ってない。あと3番も臭い。もう5番合わせる。どっち？どっち？なんで2は俺6入ってんだよ。もう無理じゃん、こんなやついたら。2番に。やばいじゃん。一番無駄だろ、ここが。うん、5番なんか釣らないせ、3、5、3、9精査の方が楽だと思うで。なんでわざわざ4番なんだ硬いだろ、普通に。なんでわざわざ5番が4番?2番が残ってることだよ、もう1番よ。それでもグレー攻めんだったら俺は3行くよね。3ね ?3 のこの手のひら返しは気に食わねえよ、はい。うん、俺もそれでいいよ。村置きしたんだったら最後に村置き。5番がなんでわざわざ4番釣ってんのって話だから。俺は9番行くべきだと思うけど。どんな根拠次の日 ?9 番行くよ。うん、だって9番が悪いから。うん、5番勝たすよ。うん。だって2番と9番の中で勝たしたくねえもん、こんなの。まだ頑張ってた5番の方で頑張る。俺は5番勝たすよ。9番と3番勝たすわけにいかねえよ、こんなの。9、2、3は。うん。3番はなんかもうなんか怪しかったね。ただまあいいよ、もう5、9だったら。もうしゃあねえよ、もう。追放されるプレイヤーは。まあそんなもんだろ。ゲーム終了。3番は一番怪しかった。5番って強靭なのマジあれ、あれ、並べた。いやー、わかんない。